はい、じゃあ戻ってきました。ですね、2年目の花火大会はね、断れちゃったので、またここまで戻ってきてますというのはですね、まあ、分かってるよ。もう今から行くからね。2年目の12月あたりにもうすでに、ときめき度が下がって、さらに、普通の状態まで戻ってきたので、最初からやって、今2年目の花火大会ですね。ごめん、もっと早く来ればよかったよ。そういえば、浴衣までちゃんと来てくれたんだ。これまさかさ、これまさか同じセリフ？今日は特に美しいな。うえー、絶対一緒だな、これ。あー、やっぱ1年目も2年目も、会話は一緒なんだね。俺の最初からはどうなるんだ。もう2時間以上経ってるぞ。美しいわ。はい、全くその通りだね。そして全く同じ言葉だね。最悪だー。めっちゃ頑張ったのに。と言ってもまあ問題はここじゃないんですけどね。問題は12月のイベントがあるんですよね。12月あたりに、ディスク3の光と、ことこが、デートするところ、そこがだいたい12月の、いつだっけな、あた、1月か、1月の29日か25日に自動発生するんですけど、そこに至るまで、ことこがときめき状態ではなかったんですよね。で、光も、有効度以上じゃなかったため、自動発生せず、イベントが起きなかったと。ということで、最初からにしてます。なので、まあ、前回ね、ちょっとね、セーブしてたんですけど、上書きセーブを間違ってしちゃって、もう一回最初からしてるというね、なんてボンミス。で、おそらく今、確認すると、結構いい状態だと思うんだよね。爆弾とか抱えてなければ。当たり前。はい、たくみ、見して。俺もうね、爆弾抱えてんじゃん、光。これが爆発すると、おことこちゃん、ときめきやん。ときめきマックスじゃん。で、なんか、白雪さんは全く、デートも電話もしてないのに、ときめきじゃない、有効度になってるというね。なので、まあね、とりあえずね、光をね、爆弾を解除して、このまま進もうかなと思っております。いやー疲れたわマジで。もう頭痛えわ。もうね、多分ね、連続で10時間ぐらいね、うーい録画してるからね、試練とともに。そしてですね、前回は、沖縄に行ったんで、奈良があれだよな。あ、じゃあ北海道が熊だったから京都に行こうかなと思っております。確かそうだよな。あれ？あ、そっか、一応クラスメイトなんか。風情？食えんのかそれ。そんなことより惜しいな。何がだよ。これでこいつ変形でもしたら完璧。確かにな、かっこいそうだな。ガチンガチンガチンガチコンみたいになる、なりそうやけど。ということで、起きたー。向こうから絶対来ると思ったわ。いいよ、喜んで。で、多分沖縄だと半分反応が違う。あ、三日月さん、もう待ってるよ。あら、おはよう。いいえ、私が。うえー、お、ツンデレしてんじゃねえか、デレデレ。好きよ。なん、どうしてここが観光名所なの？ただのもんでしょ。何を言ってるの。おい、過言ではない。建築様式の構造になっていて、両脇を固める力士像は木造彫刻では世界最大なのよ。あ、そうなの？雷神風神のやつか。さすが三日月さん、日本の言葉に詳しいね。そんなことまで知ってるなんて。当然よ。当然なのか。でも嬉しそうだな。ん？巨大使か。戦うぜ。まあ戦うシーンはほとんどカットしてると思うけどな。
拙僧にお任せなさり。急に若本さん出てきたぞ。元素滅却の時間。怒りを沈めたまえ。かっこいい、声がかっこいい。はー、やっぱりあれだな、修学旅行の相手はあれだな、ターンを待てば勝手に死ぬような感じだな。ずっとケアル使ってたわ。恥じたないところをお見せしてしまった。では拙僧はこれにて。バイバーイ。うえ、かっこいいな。あれ若本さんでいいんかな、よくわからんわ。イカせんべい。いやー、でもかっこいいとこ見せてしまったな、ことこちゃんの目の前で。危ないところだったわね。うえ、でもときめきマックスなってないんだよな前回の。あ、その様子じゃ。じゃあマッククスじゃないか、これで。うん、いいよ。やったぜ。君や子も今ではすっかり都会だけど、まだまだ感動。そうやな。日本好きのことこちゃんには、ことこちゃんにはぴったりの場所だよね。わびさびも。ええ。風流も。この地には残ってるもんね。今日のことこちゃん、いっそ魅力的に見えるよ。こんなこと言いてえな。恥ずかしくて、頭おかしくなりそうやけどな。浅草に紛れて私を乗せようって腹。バレたか。いいね。あはは。いいな。めっちゃいいな。うわ、なんか3時間頑張ってよかった。2時間か。どうしたの？ほらね、きらめき度がマックスになるとこれなんだよ。これ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 。この言葉が俺が聞きたかったんだよ。じゃあ光の後のデートにどうしよっかな。スタジアムでも行こうぜ。その日なら迷うことなく結構よ。よかったわ。やったぜ。そう、これが聞きたかったんだよ。この言葉を聞くと好感度がマックスなんだよ。やったぜ。とりあえずセーブしよう。やったー、やっとー、やったぜ。じゃあ1月のイベントを見て終わろうかなと思っております。だからあれだ、光とことこがまあ何かしらをやるイベントだな。おっと、ことこちゃんがもう来てるよ。あら、ゆっくりね。これでも待ったの。うえ、完全に好感度マックスじゃねえかよ。いいね、おい。これでまた光が爆発したらさ、最悪なの。光が爆発した瞬間にときめき度がすげえ下がるから、一気に。そうね。イエー、コインランドリー乗ろうぜ。どこに行く？じゃあ行き。ねえ、カッパエビセン一緒に食べようぜ。これ距離感が半端ねえんだぜ。ギヒヒっていう、あの東京エンカウントのやつ思い出したな。なんでそんなことを今思い出してないの。別に家にカッパエビセンがあるわけでもないのに。いや、でもあのシーン笑ったな。観覧車の扉が開いたら怖いよ。ありえないな。楽しいな。開いたからって何をするの？まあ止めてほしいな。今日はなかなか。こうほっぺが赤いと可愛く見るような女の子ってずるいよな。俺のさ、アイコンのさ、あのキュンキュンのさ、あの真っ白タンなんだけどさ、白タンのほっぺた赤くなると可愛くなるよな、マジで。もう全然違うよな。そういう白タンのぬいぐるみ出てこんかな。あら、ゆっくり思えば。じゃ、あら、そうなの。サッカー興味ないか。興味はなくても来るってことは好感度が超いいから。応援団が目立つわね。必死に応援してるもんね。ミスターから眩しいね。関係ないと思うけど一番上だな。そうね。真ん中はやばいな。今日はとても楽しかったわ。うぇー、一緒に帰ろうか。完璧だね、もう。お、文化祭が違う。今年もやることは同じよ。うえー、
お湯の入れ替えとゴミ片付けだね。了解。とりあえず私たちもお茶でも飲む。もう最高やん。こう結局これでいいんだよな。いや最高じゃないか。お疲れ様。いつも面白くない文化祭だったからな。そうね。じゃ。今年も付き合いましょう。あ、来年も付き合いましょうと同じじゃん。楽しい文化祭だったわね。何年かして思い出しても思わず顔がほころんじゃう。ほんと来年もこうだといいな。俺ならこれでやってみせるよ。最高じゃないか。あ、どうしようかね。あれときめきのマックスなったよ。完璧になったんだけど、さっき帰ろうとしたらさ、なんでだろう、なんかダメって言われたんだよな。なんでやろ、あれだかな、こときめきでマックスになると呼び方変えんといけんのか。大丈夫かな。あ、うわ、来た。どうしたのよ。ときめきでマックスの状態でこれ誕生日プレゼント開けてみてよ。あら、これって、赤く染まってる。お、さすがよね。真似できないわ。うえ、行動が良かった時はこれが出てくるのいいね。調子悪かったみたいに。おい、私はたまたま良かったのよ。部活があってあんまり勉強できなかったしね。いや、ノイローゼになってダメだったんだよな。あの部活って勉強できないって。勉強してるんだけどな。ちょ、ノイローゼになったらな、なんか知らんけどすげえ点数低かったんだよな。びっくりした。さあ来るぞ、問題の日が12月29日か。まあ、先にクリスマスパーティーがあるんだけど、いや大丈夫かな。今年も、はい、とここまで来ました、クリスマスパーティー。やっと戻ってきたな。あれ、たくみかな。おい、たくみ。お、ことぶきさん。ことぶきさん、こうやって見ると可愛いんだけどね、声がな、声がゴミだからな。こんなこと言ったらことぶきちゃんの、うおーい、来たこれ、来た。俺これが見たかったんだよ。あなたも招待されていたの。もちろんでんだよ。そうなんだよ。それにしてもみなずきさん、今日は一段と綺麗だね。あら、珍しく素直ね。ちょっと嬉しいわ。相当嬉しいくせに言うんじゃねえよ、バカ野郎。うん、じゃあね。これ誰が誰のプレゼントか全然わかんねえんだよな。おそらくね、水色だと思うんだよな。だから水色のところで目押しで押せば、あの水色の十字だな。ここだ。あー、行き過ぎた。もう無理だ。あら、しまんもんよ。あ、でもこれ結構近いんじゃないか。匠かよ、匠かだよ。これで女の子の情報を整理しようってことなんだろうな。さて帰ろう。うわ、うぜえ。けど見れたきいいや。俺のプレゼント。やっぱりな。まあ、いいや。それを使って。普通に使っちゃダメなのか。本当だよ。いつでも見られるようになってほしいな。ちょっと電話しないといけないのがめんどくさいんだよな。さてさて。お、みなずきさん。植物園に行きたいんだけど。お、今なら一緒に来た。これか、1月の12月の29日のやつって。うん、喜んで。イエーで、この後光から多分行こうぜって言われるはず。言われないパターンだな。これ言われないパターンだな。これ言われないパターンだ。いや、じゃあ、うん、違うか。1月の29日か。うおおっと、みなずきさんも起きちゃってる。服装全然ちげえやん。これ思えば、ま、じゃ行きましょうか。うわ、夏服バージョン超見て。うわ、なんか頑張ってよかった、やり直してよかった。あー、やり直してよかった。あの花壇の並べ方は醜悪としか言いようがなかったわ。管理もずさんだったわね。その顔で言うんか。
よし、俺が並べ替えてやろう。やめておきなさい。まあそうだよな。じゃあそうそう帰ろうか。じゃあ一緒に、一緒に帰ろうぜ。飯食えねえのがちょっとあれだな。一緒にな。さあ寝るぞ。で年賀状な。これ年賀状も変わるんやないか。あ、光な、光ってるね。うえ、お来た。逆に来た感じが。これはうえ、あ、水月さんびっくりしたよ。明けましておめでとうございます。あ、おめでとう。そんな風に礼儀正しされちゃうと緊張しちゃうな。ところで初詣に行かない？暇なんでしょ。あー、行こう行こう。やったぜ。ちょっと待って、今服を着替えてくるから。どうぞごゆっくり。まあパンツ1枚だからな。ちょっと待ってろ。最悪な。せめて玄関に出るときぐらいは履けよう。当たり前じゃないの。あ、ここで言うんだね、すでに。バチンに合ってね。かわいい。何言ってるのよ。これ数値があるんかな。ちゃんとあのときめき度でも100が、まあ、ときめき度としては150ぐらいまであって、そこまで上げるともう上げにくいみたいな。そういうの絶対あるだろうな。ということで恋愛へ。 OK、 もうこれでもうときめき度下がらないんじゃないか。あら、これでイベントがなかったらまたやり直しだからな。まあ、ちょこっとだけどな、今回は。3ヶ月ぐらい前に戻るぐらいけど、今回のおみくじはどうなるんかな。やっぱ大吉を引くんかな。お、俺大吉や。な、あ、やっぱり大吉？あ、大吉？あ、やっぱり大吉なんだ。なるほどね。そんな、やっぱ、顔ほとっててもそうなるんやね。別にいいのよ。やっぱあんま変わんねえんだな、そこら辺は。いや、早く1月29日になるんかな。あ、来た。これ変えようかな。多分時々もマックスだから、マックスの状態だとこれ名前をね言い換えてもいいんだよな。ちょっと待ってよ。これはちょっと調べるか。いい呼び方がいいな。一番いい呼び方は。あ、ことこ。ことこ。ことこ。いや、ことこ。どうしたの？あ、よかったら、一緒に帰れない？いいよ。誘って正解。いいね。いいじゃないか。もう呼び捨てだぜ。でもこれ、好感度下がったら最悪になるけどな。肩か、肩か。うわ、今週はバッチリだったの。最高だな。さすがよね。うえ、前できないぜ。で、ことことデート。あー、ホムラに電話しないといけないんだけどな。うえ、もう来ちゃってる。思えば。じゃ、うえ、そうだよな。タワーはこれで2、3回目かな。2回目かな。この町って、あー、人間があれみたい。いつもと違った気分がするよね。そうね。オッケー、バッチリ。ちょっとお腹が空いたね。来た、ランチ。いいね、行こうか。やったぜ。やっぱあるんだな、 CG。 お茶でも飲んでいきましょう。やっぱ団子か。 あそこが、これ CG 来るぞ。 CG、はい、ドーン来てる。とっても落ち着く。うん、すごく落ち着くね。少し歩いた後は、いや、うん、ありがとう。お茶を飲んでる時のコトコって行儀よくて可愛いな。あー、いい。あー、もう実に。あー、早くホムラちゃんに電話して爆発させないようにしないと。もう爆発するんじゃないかさ、せめて。やめろよ。お、ちょっといい？いいよ。どうしたの、ことこ？よかった。お、来た。来た、喜んで。そう来ない。で、それでいいわ。1月29日来るよ、これ。多分、光も多分これ、このタイミングあたりで、寄ってくる。はず。来るか？
来た来たイベント来た。あ、光どうしたの？今度の日曜日。うん、喜んで。よかった。了解了解。うえ、来たイベント。これで光の方を断るんだよ。したらイベントなんだよ。来たー。ほら、ことこと光のデート。来たー。これどこだっけ？遊園地やったっけ？待てよ、ちょっと忘れたな。うわ、動画見返して。どっちだっけな。待てよ。遊園地。中央公園でいいな。遊園地があいつだから、光だから、これで OK なんですよ。起きたー。思えばじゃ。でこの後にこいつが激おくプンプン周りになるんだよ。やったぜ、イベントが見れて超嬉しい。うわ、これ3つとも最悪だよこれ。冬がいい理由が理解できないな。日本の冬は美しい景色に出会える。お、割といい印象。おー、いいね。ちょっとお腹が空いたわ。うえー、いいよ全然。やったぜ。お茶でも飲んでいきましょう。ああ、少しある。約束のことは全然いいんだけどさ、もしかしたら何かあったんじゃないかなってすっごく心配して。私だから一度連絡くれないかな。しまったということで、ここでセーブしてやめようかなと思っております。で次回はちょっとホムラちゃんに電話と、光に電話をね、同時にしないといけないというね、もうね、鬼畜だよ、鬼畜。ちょっときついな。これ、同時に電話できんかな、一日に。できないんだよな、このゲームは。というところで、今回はここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。